この星雲はテレパシーを操るスラッグの拠点となっている。ショップか。とりあえず直してもらおうか。つってもちょっと鉄くず足んないよね。あと1回ぐらい戦闘耐えられると思うんで。ここ。ビーコンの周囲を探っていると驚いたことに、小さな月ほどもある岩が突然あなたの目の前に現れた。スキャンの結果、この硬質な岩は抜け殻に過ぎず、有益な資源はほぼ取り尽くされていることが分かった。以上。よし。ショップが2個ある。じゃあ真ん中行こうか。一応入ってみっか。はい。何ができる？巨大小惑星上に築かれたスラックの頃に、ネバネバがね、ついちゃうのね、これね。こう来ましたか。ヘビーレーザー。ブリーチミサイル。すごいな。ダメージ4だって。チャージ時間超長え。9秒。パルビーム。戦隊レーザー。ああ、これ、なぎ払い系か。わ、これ欲しいわ。これください。まあ、しょうがね。これしかもう選択肢はなかった。移動すっか。では、ここ。もうショップ寄ってもしょうがない。うん、戦闘の音楽。うわー、スラッグ沼だ。お前の医療ユニットから不穏なレベルの放射能を検出したのは。なんでそんなこと言いつつテレポートしていくんだろうね。どこだ？ここ？いたいたいた。1体？で、戦闘もだよ。2体来てる。あれ、なんか敵硬くない？すっごい。ゾルタン弱え、エンジが弱えのか？人間が行った方がいい？ゾルタンって弱いんだっけ？いやー、やっぱロックかあれが欲しいな。やばい。次武装。大丈夫？倒せそう。こっちこっちこっち。危ねえ、一体倒した。はい。大丈夫そう。なんとか生きてる。オーツがやばい。回避率ゼロ。操縦桿がないからか。とりあえず倒せそう。スラッグはなんか自爆攻撃みたいな感じで来るな。なんであれ物理戦闘弱そうなのにテレポートしてくんだろうな、スラッグ。OK。 いや、ひどい目にあった。めっちゃ食らった。あと3つか、バーストレーザーまで。よし、ヘンリクは？戻って。あれ、こいつが戻んねえな。あ、もともとここにいたんだっけ。ここ電気供給するやつだよね。あ、してるのか。いいか。医療ベイに電力供給してるのはまだ無駄ではないか。ショップ行ってもしょうがねえよな。出口向かおう。この星雲内ではどうやら最近2隻の船が互いを打ち合い、相互確証破壊的な結果に終わったらしい。残骸が窓の外をゆらゆらと流れ、転がるように星雲へ飲み込まれていった。一体誰が戦ったのかはもっと近くで調べてみないと判断は難しい。新手の船が到着するという可能性があるのか。だけど調査する。はい。あら、
目星いものは特に見つからず、安全を第一に考えワープに備えた。何もなかった。星雲から出よう。こっちかな。ここ行ってちょっと回っていこうかな。燃料、まあ、まああるか。はい、SOS、海賊に追われているようだ。助ける。で、ここ今の時点でさ、その民間人に逃げないようにさ、ちゃんと確約を取っとこうぜ。海賊を倒す。なんだと？防衛出しとく。たまった？あ、これでバーストレーザーってありなのかな。防衛ドローン出てるからさ、壊す。バーストレーザー5発連射の粒子を見たいんだ俺は。うわーマジか。クローク、こっちこそ5発撃つからこれ余裕で貫通できるでしょ。当たればだけど5発。うおー素晴らしい。チャージが長え。次武装壊します。戦闘ドローンにするか。黒く治っちゃった。意外と当たんねえな。よしこっちシールド壊す。発射だ。5発。いいね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 。あと1発。あークロック、これはもうイオンでいいでしょう。ドローンが撃ってくれる。オッケーオッケーオッケー。よし、お、民間船逃げなかったね。えらいえらい。はい、おっと、君が来てくれてよかった。出なければ我々は今頃死んでいたろう。造船工だって。ペガサス型ミサイル、後で売ろう。別にこう読むにしてるわけじゃないぞ。独創的な設計により一発分の弾薬でミサイルを2発撃つことができる。これはこれでイオン砲の代わりにこれでもいいかもしんないね。ただね、20秒だわ。だとするとあのプリイグナイテッドなんとかが欲しいとこだね。ペガサス撃って即バーストレーザー3型っていうのが一番いいんだろうな。よし、じゃあ移動すっか。あーどうしよう、武器あげとく。あと3つあげると両方使えるんだよ。 あと2つでも4砲とペガサスになるのか。3つあげるとなると215かかる。ちょっと食いすぎだよねそれ。これあげるぐらいだったら先にあの回避率とかのコスパ高いところあげた方がいい気がするね。やっぱね、回避率が2つぐらい上げちゃうか。とりあえず1個1個上げて 27% になった。でいいかな、これでいこうか。じゃあ最悪こうだよな。あ、でもチャージか、難しいとこだね。では移動します。あとドローンも両方出せるのが一番いいんだよね本当はね。出口ちょっと遠回りしていこう。到着した星雲には、場所には星雲がなく、あなたは急いでセンサーの状態を確かめた。すべて異常なし。何もなし。では、ここ。お、何ですか？とある休憩用ステーションの周りに数隻の船が停泊している。すかさずメッセージを受け取った。船の人手が不足してるんなら、ここに来たのは正解だ。マンティスか、人の方が高いんだね。マンティス乗り込まれた時にやっぱ行ってほしいもんね。あと修理も早いっつってる。はい、修理アイコンだよねあれ。修理速度2割上昇だって。まあセンサーとかにいる？これでいいかな。よし、では移動だ。
ショップがある。まあ、ここ通んねえとどうせ出口行けねえし。まあ、最悪ペガサス売ろうか。造船工。ペガサス。戦隊レーザー。いや、特にって感じだな。まあ、直すだけ直していこうか。このぐらいかな。なるべくケチっていこう。いけます。では出口。OK。数百体の修復ドローンを要する小型のステーションが視界に入った。はあ、はあ、直してくれるんだ。あ、2で、スクラップ2で1直してくれるから、さっきのショップで直したのは失敗だったね。まあ、しょうがねえか。お得なんで直します。はい。では、次のセクターへ。民間地域だ。行きましょう。ショップ。こっちかな。ここは星雲がないね。到着するやいないや、警告灯が船内モニターを照らした。ハッキングされたよ。エンジンの停止だって、はい。回避率が落ちてるってことか。マンティスが乗ってる。まあ、ひたすらこれシールドをまず溶かさないと。4砲連発。撃ってくんな。次武器止めた。やばい。次こっち。ガードされてる。ドローンもね、指定できればいいんだけどね。ランダムだよね、あれね。ロックとマンティスが共闘してるだと？うっち。またエンジンがやられた。ドローン頑張ってくれ。シールド。あと2発。そろそろドローンがやられる気がする。あと1発。ナイス。大丈夫かな。治ってんね。では移動だ。ショップ今行ってもしょうがないっしょ。はい、反乱軍船を見つけた。あ、ください。やっぱり武力になるのか。闘争上がっている。はい。なるべくエンジンを壊した方がいいのかな。外すな。ペガサス撃っちゃった方がいいかもな、これ。チャージが投げんだよな。逃げられるかもな、これ。ちょっとこっち火力低くない？ちょっと武装なんとかしないとやべえな。うわっち。直そう。武器持ってはいるんだけどさ、使える状態にないっていうのが一番問題だよね。シールドがどんどん、向こうのシールドが乗ってってる。あと3発。火力が低いから長期戦になるっていうのが一番辛い。倒したけど、やっぱなんか動力1で撃てる。お、戦闘ドローン1型。あ、ダブル戦闘ドローンになるわけだ。それはそれでって感じじゃない。残り3なんですけど。やば。ちょっと戦闘長引いてるよね。しかもさっきあれか、回避率下がってったのは1個前か。そうか、今関係なかったのにこんな食らったのか。両方出せるようにした方がいいな。ドローンの回収案もついてるから、あと2個上げられたら
上がんねえ。あ、リアクターがあれば戦闘ロボット2台今いけるんだ。きっついな。いいのか。今戦闘ドローン2体出せるようになった、これで。なんとも言えねえ。とりあえず移動しようか。これ直さないと始まんないよね、もう。船体を直そう。お、見たことない星だ。OK。境界 FTL ナビゲーション。訪問済みのどのビーコンへもワープできる。あ、すごっ。充填ブースター。はい。クローク、テレポーター。いやー、直すか。売っちゃおうかな、これ。使わないだろうな。高いよー。いきます。こっち。燃料もちょっとやばいね。付近の宇宙ステーションから自動メッセージが届いた。どうやら軍艦への緊急的な作業を終える地元の造船工がいるようだ。得意分野。お、動力炉。リアクターだよね。16。ありがとう。ナイス。安かった。多分今手動であげると25かかるでしょ。多分25だったはず。やべえ、迫ってきたな。こっち行くしかないな。戦闘だ。一隻の船が臨戦態勢で迫ってくる。ダブル戦闘ドローン。はい。ブロック。まあ一体だ一体。あ、操縦桿から人がいなくなるだけで回避率ゼロになるのか。待って待って、マンティス戦闘のプロ。操縦桿から人いなくなっちゃダメだね。どうしよう。まあおじようか。はい、帰ってた。そうか、そこら辺ちゃんとやんねえとな。操縦桿からいなくなるとワープと回避率がゼロになるだね。で、これがいなくなると、FTL ドライブのチャージがなくなる。回避率はちょっと下がるだけだよね。ここはまあいなくてもいいのか。操縦桿は絶対いなきゃダメなんだな、やっぱな。回避率ゼロだもんね。27%で4回に1回は絶対無効化できるわけだし、考えを改めないとダメですね。では行きましょうか。ショップがある。ここショップかな。そろそろ燃料がやばい。フレアもやばい。このビーコンはとてつもなく巨大な M クラス構成の目の前に設けられていた。ちょっと話し合いをした方がいいと思うな。こんな感じ。ダブルドローン。これは強いんじゃないの。やばい、向こうの武装も激しいな。なんか、いやでも強いぞ。ドローン2体。オッケー、早く逃げよう。一緒に逃げよう。チャージチャージ、早く。フレア来ちゃう。よし、逃げよう。ここ危ねえ。はい、とある民間整形内のビーコンへ到着すると通信が入った。この整形の平和を脅かす無法な反乱軍がいるんだ。 OK、 倒してやろう。見つけた。あっさり見つかった。あっさり倒せるといいな。テレポートいるね。まずドローンとこれでマンティス、どこに来る。何時。おお、マンティスやっぱ強い気がする。危ない。あー強いね。倒した倒した。
いけるいける。はい。認めません。民間をまた襲うでしょう。宇宙ステーション襲うでしょう。あと一発倒した。でこれはきっとお礼をくれるんじゃないか。依頼をしてきたやつらから。はい、なんもないんかい。じゃあ移動すっか。あと一個上げると防衛もやれるようになるのか。ドローン、いやでも武装だよな。4砲とレーザー遠いな。あと3つでしょ。あと3つ。225。ダメだ。遠い。移動しよう。できればペガサスを売っちゃって、1で装備できる武器が手に入ると嬉しいんだよな。それだよな。ということで、ショップ行ってみよう。動力1の武器。はいはいはい、眼科の前哨基地で旅行者に物資を販売。ほう、そんなところに武器売ってんのかな。おおおお、これ2か。難しいとこだな。ペガサスよりはこっちの方が良くない？1個上げるだけでとりあえず撃てるようになるから。ブルーバースレザーでしょ、これでしょ。あと燃料7か。ミサイル売れたらいいんだけど売れねえよな。これだけか。あとはシールドのチャージ速度が増す。リコイルアップできるクローク、これありかもしんないな。シールド充填ブースター、今何も持ってないもんね。空いてるぐらいだったらシールドが早く増えるのありかもしんねえな。でとりあえず武器1個上げないと意味がないんだよな。これ1個上げるとこうなる。素晴らしい。で戦闘ドローン2機出そうと思ったらリアクター1個足んねえんだ。あ、何も買えねえや。だね。よし、これでいこう。直しとこう。では移動だ。出口行くしかないよね、これもう。スキャンの結果、近くの惑星に知的生命体が存在することが分かった。新しい種族と思われるってどういうこと？調べるよね、そりゃ。はい。小型のシャトルで降り立った広大な原野には鮮やかな色合いの6本足の小さな馬のような動物だけが暮らしていた。彼らが例の知的生命体だろうか。友好的に接触するか、スーッと持ち帰って振り飛ばすか。いや、まあ普通に友好的に接触したいけど、向こうが急に攻撃してくる可能性も否定できないが、これでいきます。はい。お、なんだ、さまざまなやり方で交流を図ったがどれもうまくいかない。馬たちは無言で見つめ返してくるだけだ。あなたが立ち去ろうとすると一頭が飛び出してきて、あなたをシャトルとは別の方向へ押し合っていく。ついてこいと言ってるらしく黙って追っていくと、やがて古い園児館の墜落現場へ行き着いた。そして船の中から援助を見つけ再起動することに成功した。ああ、これはこれでよかったんだな。オッケー。シールドが得意なのね。君は？マット。あ、マット。こっち行こう。シールド。よし。なんだかんだ言ってクル増えてきたな。オッケーかな？よし、じゃあ行きます。反乱軍の拠点、ゾルタンの方がいいよね。ゾルタン地域でやってきた。聞くところによるとゾルタンは来たるべき戦争を予測し中座海防衛の準備を整えているらしい。行くぞ。なんかすごいすっきりしてんな。
もうこっち行くしかないよな、ここから。燃料やばい、燃料やばい。このビーコンにはゾルタンの造船所が設けられている。光り輝く何百人ものゾルタンが巨大輸送船の外郭部に繊細な作業を施している光景にあなたはつい見とれてしまっただけか。オッケーオッケー、こっち燃料くれ。ビーコンを守っていた、はい。新たな狩りに備えた、はい。ドローンドローン、そしてバーストレーザー来たよ。やっとって感じだね。なんかO2やべえか。あれなんか全然危ねえ、やべ、これで回避率ゼロになるのか。ちょっと全然シールド剥がれないじゃん。イオン撃ってるよねこれ、両方撃とう。シールドに落とされた1個、やばいやばいやばい。ドローンが2台とも、ぬっち、戦隊強度やべ、シールドが全然剥がれねえ。ドローンも早く直して。向こうのこれ回避率が早い、いいってこと？はい、マットん食らってんのは酸素はねえのか。やばいやばいやばい、ドローンが直んねえ。落ちた、うっそ。レーザーもいつの間にか落ちてた。うわー、シールド早く直して。ちょ、なんか恐ろしいほど進まない。どうなってんだこれ。やべ、逃げよ。ショップ、うわー、めっちゃやられた。エイリアングッズ、はい。おー、めちゃくちゃ強かったぞ。何だったんだあれ。直したわ。剣だ、昇竜剣。結構クロークも売ってくれるんだね、ずっと。いや、なんもできねえわ。はい。うわ、まいったまいった。やべ、燃料買い忘れたぞ。最悪なんか売って燃料買うか。これ、バーストレーザー、勢いで買ったくせに結局一度も使えてないっていう。これ売っちゃう。うわー、どうしたものか。いっか、進もう。これで治ったら、治ったら行きます。ではやっぱ動力と威力というかその性能のバランス考えないとダメってことだね。まあそれぞれ3はダメかもしれん。敵が残っていた。出口すぐ行っちゃってもな。でも燃料はねえんだよ。行くしかないよね、もうこれ。ゾルタン地域が美しく平和な場所なのは確かだ。観光に来たわけで何もないやつ。出口、え、ここで燃料ゼロなんだけど。続ける、はい。小型のプラットフォームが1機、ビーコン付近の軌道上を回っている、ある種の補給ステーションらしく、はい、いや、ドッキングすると多分戦闘が始まるよね。はい。補給が、いや、なんも、でも、え、なんかくれんの俺。ちゃうよねやられた、すげえ期待したのに今。補給プラットフォームに係留した途端、
船の機関室で爆発が起きた。警告灯が明滅する中、ステーションから海賊たちがわらわらと乗り込んできた。おーい、マンティスか、厄介な。多分やられるよね、勝てないので。倒せっか、いけるな、大丈夫だわ。なんもないやつだ、倒すだけ倒して、いけるいける。これで燃料くれたとかあったらありかなって思うけど、何もないやつで。これワープ次もできねえんじゃねえの、どうなるんだろう。エンジン直してくれ、二人がかりで直してくれ。エンジンを直す。ではワープしてみる。ノーヒュエル、ノーヒュエル。救難信号をオンにすると救助の確率は高まるが、誰が駆けつけるかはわからない。で待機するのかな、待ってればいい感じ。これ待機、いやー来た来た、うっ、なんか来た。燃料電池が底をついてワープできないが、通常のインパルスエンジンはまだ使える。少しだけ近くの中継を探索してみようか。するしかないだろう。ビーコンの近くで小さな小惑星体を発見した。スキャンするしかないだろう。燃料はなかった。はい、燃料はなかったよ。なんかあげたいな。ドローンとリアクターあげたいな。1個あげとくか。これで最悪防衛と戦闘が1体ずつ出せる。ただしリアクターが足んない。また待つしかないのか。待機、来た。一隻のマンティス船から通信が入った。どうやら助けが必要な哀れな愚か者を見つけたようだ。こいつらを救ってやろうぜ兄弟ども。ワープあるね。まず2体、これとこれ。どこに来る2体。いけるかな。逃げてった、やらしいな。船体がやべ。いけるかな、武器壊してるから。一発で破壊には至らない。あと一発、いや多分。はい、鉄くず、お燃料来たのと、あいつ取り残されたかわいそうなやつなのに。え、燃えてんの、燃えてた。センサーがやられるとこうなるのか。燃えてるかどうかも分かんなくなるのか。ちゃんと見に行った方がいいな。直った、 OK。 よし、これでとりあえずワープできるようになった。ところで、いい時間なんでここまでにいたしましょう。次がマウンティス中域とラストだね。残り3だからな、ちょっと戦闘を避けて直しに行かないと。でもこれあれだよね、ラスト中域まで行くと直してくれんだよね、ここまで行くとね。だからここを駆け抜けるっていう戦法はありかもしれないが、はっきり言ってこの武装で勝てんのかよっていう、そんな感じではあるね。今回はここまでいたします。また次回、それではまた。